7月21日、アーセナルは富安武博が膝の故障のため、アメリカへのプレシーズンツアーに参加しないと発表した。フォト、世界一美しいフットボーラーに認定されたクロアチア女子代表 FW、マルコビッチの厳選ショットを一挙お届け。現地報道によれば、2から3週間の離脱となり、プレシーズンマッチへの出場は極めて疑わしいという。一部のファンからは、 怪我を繰り返す日本代表 df を放出すべきだという声さえも上っている。そんな中、地元メディアフットボールドットロンドンも新シーズンまでに回復すると期待されているが、この新たな問題により再び疑問が生じている。サポーターからは不満の声が上がっており、グループ内での彼の立場について考えるよう求める声も高まっていると報じた。同メディアは。 富安はアーセナルでプレーできる可能性があった試合数の約3分の2にしか出場可能ではなかった。これは本人もクラブも望んでいないことだ。トランスファーマルクトによると、2021年にアーセナルに加入して以来、クラブと代表を合わせて合計40試合を欠場している、と報道。その上で、必要性を強調している。しかしか 日本代表選手を売却しない理由は十分にある第一の理由は単純だ。富安は非常に優れた選手だ。25歳の彼は、フィールド上では非常に安定したパフォーマンスを発揮する。SB で起用された時、特に攻撃的な選手ではないが、守備の能力は優れており、プレミアリーグのトップ選手の多くに非常にうまく対処してきた。記事は、さらに、 彼は4バックのどの役割でもプレーできるため、グループ内の他の選手に問題がある場合、非常に貴重なオプションとなるはずだ、と主張。こう続けている。彼の負傷はイライラさせられる。だが、彼は常に先発ではないものの、スタメンのクオリティからそれほど差がないため、彼がいるときは強みになるし、いなくても大きな打撃にはならない。万全なら使い勝手が良いし、 いなくてもそれほど大きな穴にはならないだからこそ売却するべきではないとの意見のようだ